作業場所に到着したらまずは安全点検です。周囲に危険が潜んでいないかを確認しましょう。ブロックエッジには角当てがありますか？作業服が引っかかって転んだり、ぶつかった時に怪我をしないように角当てをはめておきます。開口部から転落する恐れはありませんか？作業に夢中になって移動しているときに転落しないよう開口部は塞いでおきます。溶接の炎で燃えそうなものはありませんか？溶接の火の粉が燃え移らないよう段ボールや可燃物は撤去しておきましょう。またスプレー缶は熱によって爆発する危険があるので撤去しておきましょう。これらの映像をご覧ください。危ない場所、危ない行為だと感じることができますか？行動を起こす前には必ず危険を予知、 KY をしてください。 KY とは日本語の危険と予知をローマ字で表し頭文字を組み合わせたものです。危険を予知する習慣づけやその活動を推進して災害を防止することが目的なのです。現場では溶接機のキャプタイヤや機材の電源コードなどに足を絡ませて転倒する災害が発生します。電線やホースを這わせる場合はアーチハンガーや専用の配線器具を使用して空中配線にしたり、地面を這わせなければならない場合は配線用のトレイを置くなどしてホース類はまとめて同接し通行の邪魔にならないようにしてください。この作業車はブロック端部で墜落性使用器具を使わずに溶接作業をしていました。溶接面を着用すると視界が狭くなり、また後ろに下がりながらの作業は転落の危険があります。この場合は墜落性使用器具がかけられるクランプを壁面に取り付けるなど状況に応じた安全対策をしましょう。これはブロック端部で転落災害が発生した状況を再現したものです。端部での作業で安全対策を怠るとこのような災害に遭遇します。溶接棒をつかむときは乾いた革手袋をはめて行いましょう。素手で溶接棒に触ったら危険です。生身の体は電気を通すからです。革手袋を着用していても雨や汗で濡れていれば電気が通りやすい状態なので感電災害の危険があります。これは感電災害が発生した状況を再現したものです。体の中を電流が流れ始めると筋肉が硬直して身動きが取れないまま死に至る危険があります。
アーク溶接機は電源を入れたら必ず電撃防止装置の確認をしてください。溶接機のアースは確実に取ってください。溶接作業では作業服が燃えて火傷をする可能性があります。消火器の場所を確認し消火用水を準備しましょう。で、消火器、よし。これは化学繊維の下着に火をつけた実験です。難燃性作業服は燃えづらく、化学繊維の下着が燃え溶け落ちていることが確認できます。これが皮膚につくと大きな火傷を負うことになります。クレーンの移動を知らせるサイレンが鳴ったら、クレーンの位置を確認し、自分の頭上を通るときは作業を中断して退避します。近くに作業を続けている仲間がいたら危険を教えてあげましょう。この写真はクレーンの吊り荷が落下した災害を再現したものです。この作業車は前後部の骨盤、腰椎、肋骨を骨折し長く入院する結果となりました。一つの場所で作業が終わったら、その都度後片付けをします。一仕事一片付けの習慣をつけましょう。片付けの際にトーチやホルダーが鉄板に触れるとスパークして危険です。まずは溶接機の電源を落とします。同時にアース栓も外しておきましょう。溶接キャプタイヤやアース栓、電源コードなどはきちんと巻き取り、次の作業に使いやすいよう整理しておきましょう。溶接後はスラグなどの清掃を行います。専用のほうきとちり取り、ゴミ缶などを準備しておくと便利です。サイクル、ちょっと待った。はい。ゴミは分別して捨てるんだよ。はい。ゴミを捨てる際は産業廃棄物や資源ゴミなど処理別に分類された収集箱に捨てましょう。分別、よし。よし。